はい、こんばんは、サガンです。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。今日はちょっと寒いので、こたつは作ってないんですが、こたつ布団を出してきて、ちょっと体に巻いてます。でも半袖ですみたいな感じでお届けしていきたいと思います。はい、今日は地方在住の誤解について、現在地方に暮らしている私から3点お話をしたいと思います。地方暮らしといっても人によってイメージがいろいろとあると思います。本当に山の中でね、自給自足のように暮らす田舎暮らしと、はい、こんばんは、サガンです。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。今日はちょっと寒いので、こたつは作ってないんですが、こたつ布団を出してきて、ちょっと体に巻いてます。でも半袖ですみたいな感じでお届けしていきたいと思います。はい、今日は地方在住の誤解について、現在地方に暮らしている私から3点お話をしたいと思います。地方暮らしといっても人によってイメージがいろいろとあると思います。本当に山の中でね、自給自足のように暮らす田舎暮らしと、都会と田舎に両方に拠点を持って、まあ、別荘暮らしですねという方と、それから生活するのには不便ではないけれども、都会ではないというまさに地方暮らしと、主にこの3パターンがあるかと思います。今回お話しするのは3番目のパターンについてです。なぜなら昨今地方移住がちょっとね、ブームになってるかどうか分かりませんが、話題に多く上がってきます。地方自治体も進めていますし、国も地方創生ということで後押ししています。またテレワークに目覚めた企業が地方に拠点を移して、その社員を引き連れて、家族も引き連れて、ごっそり移転するというようなね、企業も出てきました。またネット上ではですね、この流れに乗ってるのかちょっと分かりませんけれども、節約をするためには地方に引っ越そうというような趣旨の動画がたくさん見られます。そしてということで、地方をね、とてもおすすめしている流れがありますけれども、とても田舎に住むと良いよというふうに言われている3点を挙げて、いやちょっとそこ待ってという、もう少し現実を見てという、そういうことをですね、お伝えしていきたいと思います。まずよく言われる地方のこんなところがいいよっていうことなんですけれども、豊かな自然の中でストレスから解放される。2番目、野菜や魚介類などが近所の人がざる一杯持ってきてくれる。3番目、物価が安くてお金が貯まる。この3点ですよね。ちょっとこの3点についてお話していこうと思います。まず1点目ですけれども、豊かな自然の中でストレスから解放されるという誤解です。豊かな自然に癒されるというのはですね、確かにありますが、旅人として豊かな自然の中に足を踏み入れた時は確かにそういうことを感じると思いますけれども、そこで日々生活をしていく住人として自然を見たときには、遅かれ早かれ飽きます。どんなに美しい景観でもですね、それが日常となれば平凡になります。で、平凡な暮らしの中には、こうなんていうのかな、檻のような小さな小さなストレスがね、溜まっていきます。田舎でも都会でもそれは同じだと思います。で、山も海も里も四季折々の美しさを見せますが、それは都会であっても同じことです。田舎は四季の変化があっていいわねと、都会には四季がないわねというような話を聞くこともありますけども、それはちょっと申し訳ないんですけども、失礼かもしれませんけれども、ご自身のね、感受性が確立化されてるんじゃないかなと思います。桜が咲かなければ春を感じられない、もみじがなければ秋とは思えないという方は、それは四季に対するイメージがですね、ちょっとなんかパンフレットかなんかのイメージをもとに
自分のイメージもそれに染まってしまったみたいなね、そんな感じがして申し訳ないですけど、そんな風に思います。私は真夏たまに都会に出た時にですね、都会のデパートに行って秋色のニットが出始めた、こうなんていうかね、ディスプレイを見ますとですね、そうすると真夏であっても、あ、秋が近いなと感じます。例えばそのテレビでフルーチェのねコマーシャルが始まると、まだ寒い冷え冷えとするような季節であってもですね、ああ春が近いな、春が来たんだなっていうような、ちょっとウキウキする感じがします。なので田舎だからストレスから解放されるというのではなくて、物珍しいところに行くから普段のストレスを忘れるということだと思うんですよね。だからその意味で物珍しさが過ぎた後にはどこにいようと平凡な日常が続くわけで、田舎だからストレスを解放されるというわけではないということを、ちょっとよくこうなんていうかな、思い返してみて見ていただければいいかなと思います。2点目です。田舎の人は海の幸山の幸をおすそ分けしてくれる人が多いと、人の良い人たちが多いということです。で、田舎に移住した人たちが地元民に愛され、食べきれないほどの新鮮な魚介類や野菜などをもらって庭先でバーベキューを楽しむというようなテレビの絵柄をよく見ます。これは多分ですね、都市伝説というか、似たような意味で田舎伝説というようなものではないかと私は思います。ありそうでそんな都合の良い話はほとんどありえません。そもそも田舎の人も農家か漁業を直接やってる人以外は食材はスーパーで買ってきますし、農家といってもほとんどが兼業農家ですのでね、日本の、農村というのは兼業農家です。なのでなんていうかな、広い畑の中でこうなんていうのかな、屋敷森に囲まれたような家でゆっくりバーベキューを楽しむっていうようなことはほとんど田舎でもありません。で、都会はですね、慌ただしく時間が過ぎるけども、田舎はゆったりと時間が過ぎていくというようなことを言う人もいますけれども、それもなんかちょっとコマーシャルの誤解みたいなところで、当たり前のことですけれども、時間の進み方は都会も田舎も同じです。地方は共働きをする家庭または兼業農家が多いので、時間に追われるのは本当に忙しく過ごしています。特に夕方お勤めから慌ただしく帰ってきて夕飯の準備をするという、その後あたりの時間帯はですね、都会も田舎も全く同じだと思います。で、食材は近所の農家からいただき、子供が病気の時には近所のおばあちゃんが面倒を見てくれ、お返しにパソコンや携帯の使い方を教えてあげれば喜ばれる、お互いにウィンウィンで助け合って暮らせるなどと勝手に夢を描いて移住してくると勝手に失望するということになるので、気をつけていただきたいものです。昨今はですね、そういうような流れの中で勝手にこう失望したというような動画もね、いくつか上がっていますけれども、もともとそんなことは実現可能なことでしたかというようなことをもう一度振り返っていただきたいと思います。で、3番目、物価が安くてお金が貯まるという案件ですが、これもどうでしょうか。田舎の実家に帰って両親の家に住み、住居費がただ同然という方は別として、住居費の絶対値はそこまで劇的に安くはなりません。近隣のアパートの家賃はこんな程度です。それからたまたま私の家の物件貸していますけれども、貸し屋がありますけれども、たまたま空いてるので部屋の中を撮った動画があります。動画も上げていますので、もしよければご覧ください。広いスペースに住めるという点ではメリットかもしれませんが、広ければ広いなりにですね、家賃も高いです。都会で6万の 1K のアパートに住んでいた
としたら、田舎に帰ってくれば広い家に住みたいということであれば、6万、7万とかかります。まあ、同じレベルのね、1K に都会で住んでいて、田舎も 1K であるということであったとしても、まあ、4万か、まあ、田舎のレベルにもよりますけれども、5万くらいにはなりますので、そんなに劇的にね、安くはなりません。で、飲食10のうちのですね、いくらかそうは言っても安くなるのは10です、住居費です。で、それに対してですね、衣食住の衣と食です。衣服代と食料品代はですね、ほとんど変わらないと思うし、むしろ都会の方が探せば安い、ディスカウント店がたくさんあるので、そういうところを見つけながら生活を回していけばですね、田舎でもって店の数も少ないようなところで買えば、むしろ物価は高いですよね、田舎の方が。田舎の洋品店とか覗いてみると、ええー、と思うような服がですね、結構8000円とか1万円とかしてますので、ユニクロとか行けばですね、1980円、2980円というラインがたくさんあります。そのあたりは都会も田舎も多分同じ値段だと思います。デニーズだとか、ガストだとかね、そういうようなところも安いラインを狙っていけば、都会も田舎も同じ、ほぼ同じ値段ですのでね、物価が安いってことはそんなに期待しない方がいいかなと思います。なので、田舎に行けば物価が安いのでお金が貯まるという説は、田舎に行くと毎日誰かが新鮮な魚介類や野菜を届けていくので、届けてくれるので食費がかからないという説同様、ちょっと夢物語に近いと思った方が良いかもしれません。ということで、今回は地方移住、そんな夢みたいな話はありませんよ、ごくごく平凡な日常生活の連なりですよというお話を、地方に住む私からご報告させていただきました。で、これではですね、田舎暮らし、地方移住について身も蓋もないので、次回は今度は逆にですね、田舎に行くとこんな大変なことがあるとか、いやもう地獄ですみたいな動画もあるので、それに対する実情についてもね、お伝えしていこうと思います。で、今回と次回、ぜひ合わせてご覧いただき、現実的な地方移住に際して参考にしていただければと思っています。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。失礼します。